音頭を別に音を音どっちがあります。駐車場は4時半の時点でほぼ満車。上にも駐車場がありますけど満車状態です。でもいっぱいだね。おはようございます。今日は平瀬道登山口から白山室堂を目指して紅葉を楽しみながら歩いていきたいと思います。紅葉してます。綺麗。室堂あと3キロ。しました。釣らないか。
わあ、すごいな。ここは一緒に撮れますので。わあ、すごい。わあ、すごいな。すごいですね。すごい。すごいですね。足がなかなか進まない。本当よかった。こんなの初めてだね。そうなんだ。綺麗。すごいや。ね。お花がつばらとんでもないことになってんじゃない。ね、きっと。ああ、だけどすごい綺麗。15分、室堂に着きました。4時間15分ぐらい。ここでお昼ご飯を食べてから3、40分登って山頂を目指します。おにぎりとお味噌汁をいただきます。お池めぐり今から行ってきます。だいぶ下るね。上で見るより小さい感じがしちゃうね。
氷だね。万年雪で封じ込めたという伝説だって。千匹の大蛇を万年雪で。食べて帰りたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。